こんにちは、ココです。いつも動画をご視聴くださいましてありがとうございます。チャンネル登録ですとかコメント、高評価などですね、とても励みになっております。ありがとうございます。今日は新しいタロットデッキの方を購入していきたいと思います。ロサンゼルスね、まだロックダウン中ですので、やはりこうお家にねずっといると買いたくなってしまうんですよね、タロットデッキ。しかも今は春ですからね、新しいデッキがたくさん出てきている時期でもありますので、という言い訳をねしながら買ってしまうんですけれども、今回の開封するデッキはですね、こちらになりますが、まだ中身開けていないのでドキドキです。はい、こちらになります。 Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck ですね。マッヒューズさんが作者になります。こちらはですね、確か US Game Systems ですね、こちらの会社が、まあ、有名な、ね、会社ですけれども作っているカードになります。こちらはですね、まだ絶版にはなってないと思うんですけれども、なんかアマゾンを、アメリカのアマゾンを見るとですね、在庫がないというか、こうアマゾンでの販売がなくて、なんかちょっとなんだろう、第三者からマーケットプレイスの出品者からの購入になっていたので、ちょっとお値段は高かったんですけれども、こちらはウォーマートという大型のディスカウントストアがあるんですね、アメリカの。そちらで18ドルぐらいだったかな、それぐらいで購入をしました。で、まあ、絵柄をね見ていただいたら分かるように、ちょっとアールヌーボー調なんですね。で、これ見えますかね、こうゴールドフォイルですよね。すごく綺麗です。でそれに惹かれて、まあ、購入したんですね。横もねこんな感じですごく綺麗ですよね。なんかこの絵柄を見た時に、私がちっちゃい頃に、本当まだ小学生とかそれぐらいだったと思うんですけれども、いとこのお姉ちゃんがいたんですね。でその人からよくこうお下がりの本とかをもらっていたんですけれども、その中にですねタロットの本があったんですね。デッキ付きの、確かダイアルカナだけだったんじゃないかなと思うんですけれども、なんかねそのタロット、まあ、初めてのタロットですよね、まあ、記憶にはあんまりないんですけれども、そのタロットをなんか彷彿させるんですよ、この絵の絵調というかがですね。なのでそれで惹かれて購入をしました。はい、夫がね在宅勤務してますので、ちょっとうるさいかもしれないですけれども、多めに見ていただけますと幸いです。ということで早速ねこちら開封していきたいと思いますが、ここに穴が開いてますね。デッキの開封ドキドキですよね。ハサミをね使うと箱を勢いでね気をつけるじゃない、傷つけてしまう可能性もあるので、いつもちょっとそれがドキドキなんですけれども、はい、やっぱりキラキラしてますね。こうやってパカッと開けるタイプになります。箱の裏は特に無地ですね。でガイドブックが入っていて、 Ethereal Visions ですね。Introduction, Major Arcana。 ここからもういきなりね大アルカナの説明ですね。特にカードの絵はなくって、まあ、1ページに
1つ2つぐらいの意味を載せている感じですね。ちゃんとね、正位置と逆位置両方の意味がありますね。でここからがマイナーアルカナ、小アルカナですね。すごくシンプルな感じですね、小アルカナは。ノートとか書き込みがねできるようになってますね。はい、まあ、普通の、ね、白い冊子という感じですけれども、こちらがねカードになります。サイズとしてはそうですね、普通のタロット標準サイズよりはちょっと大きいんじゃないかなっていう印象なんですけれども、ちょっとオラクルカードが、こちらのオラクルカードと比べると、高さは一緒ですね、オラクルカードと。横幅が狭い感じになってます。なので、まあ、結構サイズ的には大きいという感じですね。ちっちゃいね手の方にはシャッフルが大変かもしれないんですけれども、私も含めてなんですが、早速ねこちらのシュリンクラップも開けていきたいと思います。カードも一枚一枚金箔っていうんですかね、ゴールドフォイルですねがついてますね。すごくね綺麗ですよね。この金箔に惹かれて購入したと言っても過言ではないかもしれないですね。で裏はこんな感じのバッキングです。上下わからないようになってますね。なんか不思議なね模様ですよね。何の顔なのかなっていう感じなんですけれども、ね、猫ちゃんもミヤミヤ鳴いてとてもにぎわっていますね。そうですね、紙質はどっちかっていうとマットかツルツルかっていうとツルツルに入る方かなっていう感じですね。薄さ、厚さ的には厚すぎず薄すぎず、ペラペラではないですね。ちょうどいい感じだと思います。はい、では早速ね大アルカナから1枚ずつ見ていこうかなと思います。すごく楽しみですね。ではまず0番の The Fool、 愚者のカードですね。すごくなんか若々しいですよね。ライダーウェイトスミス版のフールよりもさらに若々しいという感じで、しかもライダーウェイト版はなんていうかな、こうちょっと身分が高いような、ちょっと、ね、貴族の道楽息子ではないですけれども、そんな感じなんですけど、こちらはどっちかというと中流階級とか、なんかそういう感じがしますよね。ライダーウェイト版に属してますね。この傘はね何なんでしょうね。ワンドというかね、杖の代わりに傘という感じなんでしょうかね。このねよくわからないマークというか、これも気になりますね。いいですねこのエネルギー。はい、次1番 The Magician、 魔術師のカードですね。かなり若い魔術師ですよね。この金色がねすごく綺麗で、テーブルの前に立つというよりは4つのねエレメントが上に書いてあってワンドを持っているっていう感じですよね。すごくキラキラして綺麗です。この世界観いいですね。なんかザ・タロットっていう感じがします。
2番、ハイプリスティス、女教皇のカードですね。あ、この方女教皇だったんですね。なんかこれは逆にちょっとこうお年がね言っているといえばちょっと失礼ですけれども、普通のねライダー版の女教皇といえば、まあ、処女のねイメージなんですけれども、この女教皇はちょっともうちょっと年齢が上な感じがしますよね。まあ、2つのねピラーがあって、またね違ったエネルギーを感じますね。3番、The Empress、 女帝ですね。なんかこの女帝の方がハイプリステスより若く見えるのは気のせいでしょうかね。でも本当になんていうか、豊かな感じですよね。そしてすごくフェミニン、女性らしい、感じです。いいですね。なんかこうクラシックな感じのタロットデッキ。4番、 The Emperor、 皇帝のカードですね。この皇帝はね結構お年を召しているというか、ライダーウェイトスミス版に結構近いかなという感じはしますね。ね、羊さんとなんか水晶みたいなのを持ってますね。5番、 The Hierophant、 こちらは教皇ですね。なんか賢者っていう感じがしますよね。教皇というか、9番のインジャーに近いようなそんな教皇ですけれども、人はねいないですね、この2人の人は。その代わりよくわからない何かがありますけれども、またね全然教皇の雰囲気が違いますね。6番、 The Lovers、 恋人たち。この恋人たちはいいですね。祝福されているという感じで、もう恋愛のリーディングでこれが出たら、あ、いいですねっていう感じですよね。すごく愛情が伝わってくる、男女間の愛情が伝わってきますね。7番、 The Chariot、 こちらは戦車のカードですけれども、若いですね。なんかギリシャ神話みたいな、そしてスフィンクスもねなんかすごい不思議な、ね、感じですけれども、戦車というかなんかもう直接乗っちゃってる感じが、ね、しますよね。それと星空、素敵な戦車ですね。こちらは8番のストレングス、力のカードになります。裸のね女性、裸というか、まあね、あの上半身をあらわにしている女性ですけれども、このライオンさんはなんかちょっと猫ちゃんっぽいですね。なるほど。9番、 The Hermit、 こちらは忍者のカードですね。あ、なんか骸骨がありますね。六芒星が金色に光ってて綺麗ですね。なんかこの方ちょっと強行みたいに感じるんですけれども、これ入れ替えたらダメですかね。10番、 Wheel of Fortune、 運命の輪のカードですね。なんかいいですね、この運命の輪はね。ライダーウェイトスミス版とほぼ同じような感じで、でこのねこの人の顔が見えてない、ミステリアスでいいですね。ちゃんとね4つの四隅に獣いますね。11番、ジャスティス、正義のカードですね。このね正義の女神は
すごくフェミニンな感じですよね。フクロウさんがいて、なんか知恵とかね表すんでしょうかね。これはね何かよくわからないんですけれども、ちゃんと剣とね天秤を持ってますね。天秤なんでこんなにちっちゃいのかよくわからないんですけれども、女性らしいねエネルギーのカードです。12番、 The Hanged Man、 釣られた男。なんか自分でね釣っちゃってる感じしますね。これはフールでしょうかね。なんか前向きなねカードですよね。やっぱりこの金色が美しい、いいですね。13番です。死神のカードですね。この死神はそんなに怖くないですよね。なんか泣いてる女性が足元にいますけれどもね、遺族というか大切なね人を亡くされた方なのかもしれないですけれども、怖くないですよねこの死神。ワーンって言ってます猫ちゃんが。14番、 Temperance、 節制のカード。このねカードすごく綺麗ですね。もう翼がねこう金色で輝いている感じですね。すごい、この水はね人間ではできない技ですよね。いいですね、ちゃんとライダーウェイトスミス版のシンボルも入って、素晴らしい節制のカードです。と15番、 The Devil、 悪魔のカードですね。こちらの悪魔はなんかすごくライダーウェイトスミス版に比べるとこうね、なんていうか体が引き締まっているというかそんな感じですね。おそらくこれは男女ですかね。なるほど、この悪魔もねそんなに怖いっていう感じではないですし、ポジティブというかネガティブではないですよね。素晴らしい16番、 The Tower、 塔のカードです。この塔ねすごいですね、雷で撃たれてるのかもしれないですけれども、この人はですねお面をかぶってますね。なんか最初フェイスマスクみたいなのしてるのかと思ったら全然違いましたねみたいな。これもやっぱり、ポジティブというか、ちょっと前向きな感じがしますね。17番、 The Star、 星のカード、この星のカードいいですね。すごく綺麗で、乙女がね水の中に片足をつけて、水亀は持ってないですけれども、すごくね何かこう神秘的な希望をね、未来に対する希望を感じるような、ちゃんとねこれが、夜明けを告げる鳥ですよね、いますね。次が18番、 The Moon、 月のカードですね。この月のカードすごく綺麗ですね。すごく美しい女性が、これはねライダースミス版とはかなり違うんですけれども、すごく綺麗で、ね、星空眺めているという感じですね。ちょっとここにあるのがね何があるのかよくわからないんですけれども、よく見るとなんか魚のような蛇のような、ちょっとねよくわからない変な生物が描かれている感じですね。19番、 The Sun、
こちらは太陽のカードですね。子供ではなくてね、女性が描かれていて、ひまわりも、あ、太陽を向いてますね、ちゃんと。すごいですね、太陽にね、触っちゃってますね。この太陽もなんか、なんか変な顔というか、ちょっとあのベネチアンマスクを思い出すような絵柄ですね。なんかそこまで太陽っていう感じのエネルギーは感じないんですけれども、まあポジティブなね、すごく前向きなカードではありますよね。20番、ジャッジメント、こちらが審判のカードですね。なんか天使様っていうよりは、なんだろうね、よくわからない女性がいて、あ、これは本当にもうなんかね、魂が天に昇っていくところみたいな、感じですよね。なるほど。黄色のね部分が上にしかないので、ちょっとこれは暗くはないんですけれども、他のカードに比べるとちょっとね違うエネルギーかなっていう感じがしますね。21番、 The World、 世界のカードですね。なんかこうね、胸元をはだけている女性が多いのはなぜでしょうかね。この世界もライダーウェイトスミス版に近いといえばそうなんですけれどもね、ちゃんと、ね、四大獣ではないですけれども描かれていますが、なんか世界っていう感じはしないですね、私にとっては。まあちゃんとね、このリースがね描かれていて、なるほど。なんかこれもね、どういうねリーニングの時にどういう受け取り方をするのか楽しみですね。で、普通ならここで終わりなんですけれども、追加のカードがありまして、こちらは The Well、 井戸のカードですね。こちらはね、どういう意味があるんでしょうかね。これはダウジングではなくて、なんて言うんでしたっけ、ダウジングですかね。この水晶をねこうやって持って、その揺れ方を見るやつですよね。これは木、大木でしょうかね。そのそばにある井戸、そして後ろには海で、女性はそちらを、ね、遠くを見ているっていう感じ。不思議なねカードですよね。ちょっと井戸の意味をちゃんと調べてみたら、このシンボルね分かるのかなっていう感じはしますね。23番、The Artist、 こちらは芸術家ですよね、アーティスト。どうして裸で書き物をしているのかわからないんですけれども、まあおそらくね、こう写生というか、あの写し絵ではないですけれども、何か見てね書いているんでしょうね。この足のところに羽が生えているのは何なんでしょうね。ちょっとこうギリシャ神話っぽい感じがしますよね。そして木と雲、これは夜空でしょうかね。そしてその上にお城みたいなのがあるんですよね。このカードもねすごくなんかどういう意味があるのか興味津々ですね。はい、ではダイアルかな、一度ここで、ね、全部出揃いましたので、音による浄化をしていきたいと思います。
かなかね綺麗なカードですよね。このね絵柄は結構好き嫌いあるんじゃないかなという気はするんですけれども、私は結構好きな感じの絵ですね。あとやはりこのゴールド、金縁ではないですけれども、この金箔がいいですね。はい、ではショーアルカナに移っていきたいと思います。まずはカップのスートからですね、しかもコートカードからです。キングオブカップス、カップのキングなんですけれども、この男性ブラピに見えませんか？私はちょっとブラピっぽいなと思ったんですけど、夫に言ったらいや全然違うっていう風にあしらわれてしまいましたが、いいですね、渋くて。なんかカップというかね、なんかブランデーとかもの持ってね飲んでそうですよね。はい、キング、ワンドのキング、いいですね。この王冠なのか、なんかカニをかぶってるのか、ちょっとよくわからないような感じですけれども、素敵なワンドのキングですね。次はクイーンオブカップス、カップのクイーンですね。このクイーンかなりね妖艶ですよね。やっぱこういうかぶり物というか、王冠なんでしょうね。いいですね。これは貝殻でしょうかね。洗面器に水を張ってカップという感じでしょうか。タツノオトシゴ、ね、いいですね。すごくこう海を感じさせる、なんか乙姫様とか竜宮城とかそういうところに通じる、あとなんか人魚姫とかね、なんかそういう世界を混ぜたような感じがしますね。ナイト・オブ・カップス、カップのナイトですね。あ、このナイトはあんまりイケメンではないですね。まあ上半身だけね右側を向いて、まあ馬に乗ってるところがねこう書かれてないんですけれども、それを除けばライダーウェイトスミス版ね、そのままっていう感じですね。ページオブカップス、カップのページですね。あ、ちゃんとねカップからお魚さん出てますね。女性ですかねこのページは。あ、いいですね。これは波なんでしょうか、雲、波、ちょっとよくわからないですけれども、なんかいいですね。こう壮大なねところに向かっている感じで、なんかこう希望にあふれるというか、若さにあふれるページですね。 Ace of Cups、 このカップのエースいいですね。手がねこう金色なんですよね、まあ、神のね手ですけれども、ちゃんとねライダーウェイトスミス版のシンボルも盛り込まれていて、でもやっぱりエネルギーはちょっと違いますね。 Two of Cups、 カップの2ですね。これは白いカップ、黒いカップみたいな感じでしょうかね。人は描かれていないんですけれども、ちゃんとねライオンの顔と杖とヘビーですかねあって、シンボルもちゃんと盛り込まれていますね。 Three of Cups、 カップの3、これはね女子会カードですよね。綺麗でいいですね。なんか本当にね女神様っていう感じですよね。ギリシャ神話とかで出てきそうだね。これいいですね。私結構このカード好きです。ライダーウェイトスミス版に忠実っていう感じで。 Four of Cups、 カップの4、これもねライダーウェイトスミス版かなり近いですが、これカップがねなんか羽が生えてすごいことになってますね。分かりやすいですよね、カップの意味、カップではなくてカードの意味が。 Five of Cups、
これも分かりやすいですね3つカップがこぼれて、で後ろにね2つこぼれていないカップがあって、うん、まあ、こっちをね向いている、背を向けてないっていうのが一つ違いと、あとねこっち側を向いてますね。ライダーウェイトスミス版はあっち側を向いてたと思うんですけれども、Six of Cups、 カップの6、これはねちっちゃい子2人が遊んでますよね。カップの中にね花を入れて遊んでいるのかもしれないですけれども、なんか教会とかでしょうかね、孤児院とか、うん、なんかそういう感じがしますよね。子どもの頃のね大切な思い出っていう感じですね。なんかあの頃のね思い出に支えられてみたいな、すごく、ね、いい雰囲気のカードですね。 Seven of Cups、 これはかなりライダーウェイトスミス版とは違いますよね。まずこの人なんだっていう感じなんですけれども、マスクを持って骸骨を持って、うーん、なんかね何ですか、これは腕輪ではなくてブレスレットですね。うん、そしてこのトカゲのような、うん、ドラゴンのようなよくわからないですけれども、でカップが7つ、これかなりね意味変わってくるんじゃないかなっていう気がしますね。まあなんていうかこう実体のなさはちょっと表してる感じがしますよね。こう仮面をね取って顔が見えないということで。 Eight of Cups、 カップの8、このカップの8はまあ意味的にというか分かる感じはしますけれども、この人ねこう休んでるだけなのか、それともね旅の途中なのか、ちょっとよく分からないですね。でもこのね8つ並んでるカップがいいですね、綺麗で。Nine of Cups、 これはねなんかわかる気がしますね。ウィッシュカードですね。まあ確かに裕福そうですねこの人。おそらく、まあ、太っている感じですし、おそらくここにはね金貨が入って、こう飽きないで成功している人っていう感じですよね。 Ten of Cups、 カップの10、いいですね。おそらくね夫婦で生まれたばかりのね赤ちゃんを、いいですね、2人で見つめて本当に幸せそうな虹もね後ろにかかっていて、このカップの10いいですよね。上にねカップが、ゴールドのカップがね虹みたいにしてかかっているっていう感じですね。はい、以上がカップのスートです。次はペンタクルですね。キングオフペンタクルス、ペンタクルのキング、やっぱりペンタクルはね金色だといいですよね。このキングねかなりなんかペンタクルっていうよりは私的にはこの2人入れ替えてほしい感じなんですけれども、まあ、すごくねなんていうかこう頭良さそう、すごくいい統治者っていう感じがしますね。なんか人格者でもあって切れ者でみたいな。 Queen of Pentacles、 ペンタクルのクイーン、このクイーンはそうですね、どっちかっていうとなんかちょっと年齢若いような気もするんですけれども、でもね優しさとか、豊かさとか母性とか伝わってきますよね。これはねヤギですよね。ブドウ、豊かさのね象徴、いいですね。なんかこれちょっとワンダーウーマンみたいに見えるのは私だけでしょうかね。は
はい。ナイト・オブ・ペンタクルス、ペンタクルのナイト、このナイトイケメンですね。うん、そうですね、まあ、馬に乗ってるところ、馬が見えないんですけれども、まあ、上だけっていう感じで、うん、左をね向いてますよね。まあ、ちょっとなんとなくペンタクルのナイト、あ、言われてみればそうだそうだっていう感じですね。Page of Pentacles、 ペンタクルのページ。これ女性なのかな、ちょっと性別わからないですよね。でそんなに若いっていう感じでもないですよね。どっちかっていうと20歳前後みたいな、うん、ペンタクルをね見つめて、うん、なんかこう弟子っていう感じがしますね。アプレンティスみたいな、いいですね。なんかこう勤勉な感じがしますね。働き者、真面目っていう感じ。エース・オブ・ペンタクルス、ペンタクルのエース。またね手が金色でいいですよね。これは2つね手がありますけれども、なんかシンボルがね不思議ですよね。山、ライダーウェイト・スミス版ですと、まあ、ガーデンみたいなね、エデンの園みたいなのが描かれているんですけれども、これはちょっと違いますよね。なんか本当にこう物質化のエネルギー、純粋なエネルギーを表している気がします。 Two of Pentacles、 あ、これいいですね。あのライダーウェイトスミス版の、 あのよくねわからないジャグラーみたいな人が描かれていますけれども、それよりはねこっちの方がなんか綺麗でいい感じがしますね。ちゃんとねこのレムニスケートみたいな無限大のマークもありますね。やっぱりペンタクルが金色だといいですよね。 Three of Pentacles、 ペンタクルの3。これはなんかね一緒になんかみんな職人っていう感じがしませんか。私にはそう見えるんですけれども、ライダーウェイトスミスバー、まあ、もしかしたらこの2人は教会関係者なのかもしれないですね。Four of Pentacles、 ペンタクルの4。これはね不思議なペンタクルの4ですよね。もう上にね乗っちゃってますもんね、ペンタクルの。なんか独り占めしてるっていう感じには見えないですよね。どっちかっていうと、なんかこう自分の富をこう眺めて私腹に浸ってるウフフみたいな、通帳をこう見て、通帳のね数字を見てこうふふいっぱいあるみたいなそんな感じに見えますね。 Five of Pentacles、 ペンタクルの5。これは、ペンタクルね金色ではないんですよね。でもなんか愛情は感じますね。なんか全ては失ってしまったけれども、それだけ家族の距離が近くなったではないですけれども、そんな感じを受けますね。いいですね、そんなにネガティブな感じしないですよね。 Six of Pentacles、 ペンタクルの6。これ女性ですかね。これもおそらく女性と男性なんか向かい合ってね話してるんでしょうかね。これもまたちょっとライダーウェイトスミス版とはちょっとね意味合いが変わってきそうな感じですけれども、なんかこれはちょっとこう神様っぽいようななんかそんな感じがしますね。いいですね、このペンタクルが6つ綺麗で。 Seven of Pentacles、これは、ライダーウェイトスミス版近いですね、かなり。この男性のね表情が見えないのがいいですよね。
なんかどっちかっていうと、満足しているというか、ふうやったみたいな、ね、そんな感じにの背中に私は見えますね。まあ、どっちでもねいけると思うんですけれども、これだけかっていうのと、ふうこんだけ取れたっていうね。 Eight of Pentacles、 ペンタクルの8。これね、絵的にはライダーウェイトスミス版とちょっと違うんですけれども、意味的にはね同じかなっていう感じですね。後ろに2つペンタクルがありますね。 Nine of Pentacles、 ペンタクルの9。あ、これいいですね。すごく実り、ね、ブドウの実りとタクルが9個下にねありますね。すごくいいですね。なんか、ライダーウェイトスミス版みたいな、なんかああいうなんか本当に楽園みたいな感じではないんですけれども、なんか本当に、なんか現実的ななんかシンプルな豊かさを表している気がしていいですね。これからはね、暮らしがどんどんシンプルになっていくと思います。 Ten of Pentacles、 ペンタクルの9。これもまたちょっとね、あ、10ですね、ペンタクルの10。これもちょっとね、ライダーウェイトスミス版と同じようでちょっと違うっていう、なんか家族っていうよりは、なんだろう、弟子とかそういう関係かなっていう風に思えるんですよね、この老人と弟子みたいな。まあでもね、意味的にはそんなに大きくは変わらないかなっていう感じはしますね。はい、では2つの数と出揃いましたので浄化の方をしていきたいと思います。どうですかね、私は結構ペンタクルのスートが好きかなっていう感じがしましたね。でもね、カップもペンタクルもどちらも、どれもね素敵なカードばかりかなという感じがします。はい、では次のスートに行きたいと思います。はい、次はソードのスートになります。 King of Swords、 ソードのキングですね。これ不思議な剣ですよね。なんか鞘が3つあるみたいな感じなんですかね。それともこれは、服にね何かこうついているのかよくわからないですけれども、カラスですよね。なんかね不思議な感じ。しかもこのね王冠よくわからない、ちょっと翼みたいになってますよね。いかめしい顔をして、そうですね、ソードのキング、なんかちょっと私の中ではしっくりこないんですけれども、おひげがね素晴らしいですよね。クイーン・オブ・ソードズ、こちらソードのねクイーンなんですけれども、このクイーンもねなんか微妙ですよね。でもなんかこの二人お似合いな感じしませんかねえ、こちらはね白い鳩でしょうかね。まあなんとなくねこう聡明さとか伝わってきますし、まあなんていうかこう母親の厳しさ、みたいなのもちょっと伝わってきますよね。今消防車がちょっとうるさいですけれども、近くにね消防署があるんですよ。それでね毎日1回はねこんな感じですごいウィンウィン言ってるんですね。
失礼いたしました。なんか不思議な空気感ですよね。なんか本当エア、のスートっていう感じですね。ナイトオブソーズ、ソードのナイト、このナイト不思議ですね。初めて本間さん出てきたんですけれども、正面をね向いて動きがねすごくある、なんかシャープなね感じですよね。なんかちょっと女性っぽく見えるのは気のせいでしょうかね。若いですねこのナイトは。Page of Swords、 ソードのページ、これはねもう女性ですよね。でもなんとなくエネルギー的にはソードのページわかる気がしますね。なんか軽やかな感じでいいですね。Ace of Swords、 ソードのエース、やはりね手は金色ですね。しかもこれ鞘の部分じゃなくって刃の部分をね、ブレードの部分持っちゃってるんですけど大丈夫でしょうかね。シンボルはねちゃんとライダーウェイトバーと同じようなシンボルありますけれども、これちょっと何なのかわからないですね。炎にもね見えるんですけれども、おそらくこれはね風のスートなので違うとは思うんですが、なんかいいですね。こうピンク色というか紫色が混じっていて、ちょっとなんか優しい感じですよね。 Two of Swords、 ソードの2、このソードの2はいいですね。三日月が後ろにあって目隠しをした女性、これいいですねこのエネルギーは。しかもこのソードねなんか丸いですよね、先があんまり尖ってないところがいいですね。本当にこうじっくり考察している、考慮しているっていう感じでしょうかね。 Three of Swords、 ソードの3、これはなんかまた全然違ったエネルギーでいいですよね。このねソードだけ下から刺してるんですよね。なんか痛々しさとかはあんまりないですけれども、なんかどっちかっていうとキューピッドがね、あのキューピッドの矢に刺されたハートみたいなそんな感じに見えますね。すごくネガティブな感じはしないですね。てるてる坊主みたいなちょっと可愛いですね、そう考えると。 Four of Swords、 ソードの4、休んでる騎士っていう感じでしょうかね。なんかこれはどうとも解釈できるような気がするんですけれども、なるほど、ちょっとね足を止めてちょっと息抜きをしてみましょうっていう感じなのかもしれないですね。 Five of Swords、 ソードの5、このソードの5はちょっと前向きな感じですよね。後ろにね去っていく2人は描かれていますけれども、なんか考え事ねしてますよね。なんか勝ったのはいいけど、なんか気持ちはねここにはないですよね、手に入れたものには。そんな感じですね。Six of Swords、 ソードの6、このソードの6はなかなか興味深いカードですよね。なんというか船があっ
て、まあ、乗っている漕いでいる人とソード、まあ、ここはねライダーウェイトスミス版と一緒なんですけれども、このおそらくね同乗者がいるんだと思うんですよね。その方の目線で書かれているっていうのがすごく面白いなと思いますよね。なんかすごくなんていうか新しいねところに向かうワクワクとまではいかないんですけれども、なんかそういうちょっと清々しさまで感じてしまいますよね。Seven of Swords、 ソードの7。これは盗んでいるのかね、ちょっとよくわからないですけれども、まあちょっとねイケメンっぽい感じで書かれていますね。いいですね。 Eight of Swords、 ソードの8。これはねなんとなくそのまんまですね、ライダーウェイトスミス版。それをもうちょっとこうね美しく描いているっていう感じで、いいですね。構図的にもすごく素敵だと思います。 Nine of Swords、 ソードの9。これはね悪夢表してますね。すごいなんかねもう本当もう出てきて夢に出てきて欲しくないものは全部一緒に出てきてるっていう感じがしますよね。悪夢のカードです。 Ten of Swords、 これはまたね違った角度から見ていて興味深いですね。なんかこれちょっとあんまりポジティブな感じしないですよね。日がね昇ってきているところもわからないですし、ただね行き倒れているっていう感じにも見えますよね。はい、次はワンドのスートになります。キングオブワンズ、このキングなんかすごいですね。ちょっとねなんかこうまあよく言えば親しみやすいというか悪く言えば、なんかねよくわからないですけれども、なんか普通にねいそうなクラスメイトとかでいそうな感じですよね。あんまり威厳がある感じではないキングですが、このトカゲがね金色なのが可愛いですね。ワンドのキングっていう感じは私には見えないですね。クイーンオブワンズ、ワンドのクイーン、このクイーンいいですね。ちゃんとねひまわりも片手に持ってワンドを持って黒猫ちゃんもねいますね。美しいねクイーンでいいですね。ナイトオブワンズ、ワンドのナイト。これもね馬がねお馬さんが書かれていますけれども、やはりねこう真正面から見ている感じですね。このナイトは、結構ねキリリとしていい感じですよね。なんか頼りがいがある、このナイトが出るとなんかすごくねいいんじゃないかなっていう感じがしますね。Page of Wands、 ワンドのページ。こちらも女性でしょうかね。そうですね、まあライダーウェイトスミス版にかなり近いとは思いますけれども、かなりね女性的な部分が強くなっている、感じはしますね。いいですね。なんかこれからね期待、これからに期待する、そんな感じですね。 Ace of Wands、 これいいですね、このワンドのエース。やっぱりね手はゴールドで、このねワンドからお花が咲いて、いいですね。パステルカラーで、お城もあって、川でしょうかね、これはすごく、このエネルギーいいですね。ワンドのエース。Two of Wands、 ワンドの2。
この男性で結構お年いっている感じでもすごくねフィットな感じですよね。まあなんとなくね分かりますよね、ライダーウェイトスミス版に照らし合わせると。なんか下を見てるんでしょうかね、こう遠くを見てるっていうよりは足元を見てるような感じですよね。 Three of Ones、 なんかこれなんかこの2と3がねちょっと足して2で割るぐらいがなんとなくちょうど良くなるのかなっていう感じがするんですけれども、まあすごくね新しい世界にこれからも出発する、もう目の前にねあるっていう感じですよね。いいですね。そしてこの男性ね、下は裸なんでしょうか。なんかこういうの多いですよね。 Four of Ones、 ワンドの4。なるほど、この4、ワンドの4はねいいですね。まあ、人は描かれてないんですけれども、エネルギーはね十分伝わってくると思います。この女性はね何をしているんでしょうかね。なんか蝶々の羽が生えているようにも見えますけれども、妖精さんとかなんでしょうかね。 Five of Wands、 ワンドの5ですね。小競り合いのカード、これはねそのままっていう感じですよね。なんかそれぞれね個性がある感じでいいですね。 Six of Wands、 ワンドの6。これはねビクトリーのカード、そうですよね、やはり真正面から見てますね。結構ね男前な感じですけれども、いいですね。 Seven of Wands、 ワンドの7ですね。これもね面白いですね、こう崖のね上から見ている、そしてね後ろ姿になってますねこの男性も。そうですね、なんかちょっと余裕のなさはこちらの方が強調されているかなっていう感じもしますけれどもね、ライダーウェイトスミス版と比べてみるとですね。次が Eight of Wands、 ワンドの8ですね。これはねそのまんまですね、少々勢いがライダーウェイトスミス版に比べるとちょっとないかなっていう感じはするんですけれども、なんかその分ね明るくなっている感じですね。 Nine of Wands、 ワンドの9。これはねそのまんまっていう感じですよね。この男性がちょっと若くなって、ちょっとイケメンな感じになったっていう感じでしょうかね。 Ten of Wands、ワンドの10。ああ、こちらもね正面から見てますね。表情としては、なんかポーカーフェイスというか読み取れないですよね。なので、どちらでもね解釈できそうな感じですね。こうね重いってなっているのか、それともただ淡々とね運んでいるっていうだけなのか、どちらとも取れるような感じですね。はい、10枚ではないですね、2つの数と出揃いましたので、音による浄化をしていきたいと思います。いかがでしたでしょうか。私的には
さっきのカップとペンタクルのスートの方がなんとなく好きかなっていう感じはしたんですけれども、でもやはりねソードとワンドにもそれぞれ素敵なカードがあってですね、本当ライダーウェイトスミス版に忠実っていう感じですよね。すごく素敵なカードさんだと思いました。はい、ではこれからセルフリーディングに移っていきたいと思います。はい、シャッフルが終わりました。そうですね、シャッフルのしやすさとしてはあんまりねカード同士の滑りが良くないので、テーブルの上に広げてシャッフルするときは、まあ、ちょっとね滑りがそんなに良くないなっていう感じではあったんですけれども、オーバーハンドでシャッフルするときは全然問題なかったので、あんまりねこうツルツルというか、またはマットすぎてもですね、カード同士の滑りが良すぎてしまうので、これぐらいがちょうどいいのかなっていう感じですね。はい、いつものように質問を5つ用意しています。1つ目が、私に対する第一印象は何ですか。2つ目が、あなたの得意なことや個性があれば教えてください。3つ目、これからどんな関係性を築いていけそうですか。4つ目、私との約束やルールがあれば教えてください。5つ目、アドバイスをお願いします。ということで、それぞれの質問をカードさんにしていきたいと思います。まず1つ目ですね、私の第一印象は何だったでしょうか。カードさんから見た私の第一印象ですね。はい、こちらになります。 Three of Wands、 聖地で出ましたね。なかなかねこれは素敵なカードだと思うんですけれども、まあ今ねまさに新しい世界に飛び込もうとしているっていう感じなんでしょうかね。まあ私も確かに最近こう YouTube にね、タロットチューブに力を入れてきたわけではあるんですけれども、あとですね、自分のタロットリーディングサービスみたいなのもですね構築をして、でご提供していければなとは思っているんですけれども、なんかねそれも確かに指すんだとは思いますが、猫ちゃんがね暴れてますね。なんかもっとなんていうか、もっとこう新しい世界というか大きな先を見ている、なんかねそんな感じって言ってきてる気がするんですよね。なのでもしかしたら、エネルギー的になんというか、これからねなんか想像もしていなかったような世界に入っていくことができるのかなというふうに思って、ちょっとワクワクしました。はい、なんか少なくともカードさんはそういう風に思ってくれてるみたいですね。可能性をこう感じさせてくれるメッセージですごく素敵ですね。では2番目の質問ですね、得意なことや個性があれば教えてください。得意なことや個性、こちらです。 The Hermit、なんかもうこれはそのままという感じですね。でもなんかですね、ハーミットね、隠者といえば普通はこう自分ね一人の、殻に閉じこもるっていうわけではないんですけれども、イメージとしてはこう、ね、一人になって、でこう自分のね内側をこう自分自身で探求していくっていう感じなんですけれども、なんかねこのカードさんは一緒にしてくれるっていう感じがするんですよね。なんかこのランタンをね持ったご老人、なんか
この方がなんていうのかな、まあ、推し問答ではないですけれども、なんかこうメッセージを投げかけてくれて、それに対してどうなんだろうっていうふうにこう自分の内側にを掘り下げていく、なんかねそういったことをしてくれるデッキさんなのかなっていう感じがしますね。こちらのねカードデッキさんはライダーウェイトスミス版にすごく結構ね忠実に基づいているとは思うんですけれども、でも全く同じではないんですよね。このカードさん独自のツイストみたいなのがあるので、なんかねそれがおそらくねそういう、こうちょっとガイドしてくれるじゃないですけれども、そんな感じになるんだと思いますね。素敵ですね。はい、次の質問です。これからどんな関係性を築いていけそうですか？これから私とデキさんがどんな関係を築いていけそうですか？ Page of Swords。 ずっと正位置で出てますね。このねページのカードすごく素敵だなと思うんですけれども、そうですね、なんかちょっと言葉にするの難しいんですけれども、なんかすごくこう透明性のある関係性だと思いますね。もちろん、こうお互いね知り合ったばかりなので、これからまだまだねなんていうか関係性、築いていく、これから積み上げていくという感じではあるんですけれども、なんかですねすごく透明性が高い関係を築いていけそうな気がするんですよね。でしかもなんていうかこう理性でお付き合いをする関係ではあるんですけれども、でもすごくクリア、頭がクリアな感じで、感情になんていうのかな、感情に引きずられるわけでもなく、かといってなんていうのかな、こう頭でっかちな関係になるっていうわけではなく、すごくねバランスがいい関係になっていきそうな気がするんですよね。なんかそういう関係を実際に持ったことがないので、ちょっとどういうね関係になるのかなってすごく楽しみではあるんですけれども、そうですね、なんか本当にこれから一緒に歩んでいくのが楽しみです。次の質問ですね。私との約束やルールがあれば教えてください。ね、約束とかルールとかありましたら教えてください。はい、こちらは逆位置で出ましたね。 Page of Cups。 こちらはカップのページ逆位置ですけれども、これもね女性なんですよね。なるほど、逆位置になるとねまた全然違いますよね。そうですね、約束、なんとなくこのねカードさんが意味してるものっていうのは、なんか自分だけで、自分のなんていうのかな、自分だけで答えを導き出そうとするんじゃなくって、一緒にねやっていきましょうっていう感じがするんですよね。まあ、ページというとねすごくこう幼くって、で、ね、それゆえに何て言うかな、こう、ね、自分の潜在意識からのメッセージを受け取りやすかったりもしますし、何て言うかな、こうまあねどっちにも
それがこういい方にも悪い方にもね働くと思うんですけれども、なんかこう自分だけでこうメッセージをねこう自分の内側からただ受け取ろうとするだけじゃなくって、なんか一緒にねそのプロセスをやっていきましょうっていう言ってる気がするんですよね。なんかこの、ね、さっきの忍者のカードとも通じるものがあると思いますし、まあねこうクリアな関係と言いつつもやっぱりこう一緒に、ね、何かをするというか、一緒にこう取り組んでいくっていうのをすごくね重要視されているカードさんっていうふうに思うんですよね。なので、なんかねたまにあるんですよね、こう自分のなんていうのかな、こう内側からねこうメッセージがどんどん溢れ出てきている時とかですね、まあ、ほぼ一人でリーディングをしているっていう感じにはなるんですけれども、なんかその時にねこうもっとカードさんとインタラクティブな、リーディングができた方がおそらくカードさんは喜ぶと思うんですね。なんかそういうことを言ってきてくれてる気がします。では最後の質問ですね、アドバイスをお願いします。何かアドバイスありましたらお願いします。はい、逆位置で出ました、 The World、 世界のねカード、逆位置で出ましたけれども、これね私があの世界っぽくないって言ってたカードなんですよね。で逆にするとねこのシンボルが上に来るんですけれども、アドバイスか、なるほど、普通ね世界のカードっていうと、まあね一つのサイクルの終わり、そして新しいサイクルの始まりとか、そういうことを指すんですけれども、なんかねこのカードさんが言っているのはなんかこのカードさんでリーディングをするときはなんていうかな、こう普通にタロットリーディングをするっていう感じではなくて、このカードさんとのリーディングってこう気持ちを切り替えて、なんかこう新しいフレッシュな気持ちで臨む必要があるというか、そういう風にしてほしいっていう風に言われてる気がするんですね。あとなんていうのかな、先生術との関係、それをねこう大事にしてって言ってる気がするんですよね。このね 4つのねなんていうか四大獣、人間もね入ってますけれども、これっていうのは先生術でいうね、星座を表すんですけれども、なんかねそれをもっとね積極的にリーディングに取り組んでくださいって言ってる気がするんですよね。なので、私はのリーディングはですね、たまに先生術の意味を取り入れたりもするんですね。なんかこうピンときた時、直感が働いた時は先生術の意味もこう入れたりねするんですけれども、なんかねこのデッキさんはなんていうのかな、ちょっと意識して先生術のとのこの兼ね合いでいくとどうなるかなっていうのを考えてみるといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。確かにガイドブックにも書いてあったんですよね、先生術との兼ね合いみたいな意味がですね。なのできっとそのことを言ってくれてるんだと思いますね。なるほど、なかなか粋なメッセージの伝え方をしてくれたなっていう感じなんですけれども、はい、以上でセルフリーディングの方終わりたいと思います。はい、ではこの後ですね、ご視聴者の皆様にプチリーディングをしていただきたい
させていただきたいと思います。なんかもう神々ですね。はい、はい、シャッフル終わりましたので、これから3択で見ていきたいと思うんですけれども、テーマはデッキさんからですねメッセージということで、今ね必要なメッセージをお届けしていきたいと思います。はい、必要なメッセージをお願いします。必要なメッセージをお願いします。2枚目ですね。3枚目揃いましたので、ではこのね3つの3枚のカードさんの中からピンときたものを直感で1枚選んでください。ちょっと近づけましょう。はい、では一番ね左端のカードさんから見ていきたいと思います。はい、Five of Pentacles、これは逆位置で出ましたね。こちらのねカードですね、先ほどね1枚こう自分に引いてみた時も出たんですけれども、これねすごく普通はペンタクルのね5って言ったら敬遠されるカードでもあるんですけれども、まあ、逆位置でも出てますので、おそらくこう何かを手放して何かを得るっていうことがあると思うんですよね。またはそうする必要性っていうのを示唆しているかもしれないですね。で、その何かを手放すっていうのもなんかこう強制的に失うっていうよりもなんか自ら手放すっていう感じがするんですよね。おそらくこう状況的にもう手放すしかないっていう風に思うような、そういう決断をするような場面に導かれるっていう感じではあると思うんですけれども、そして何かね今まで、ずっとなんだろう、抱えていたものではないですけれども、大切だとね思っていたものをおそらく手放す、それは物であるかもしれませんし、なんか人間関係とか、そういう感じ、または場合によってはなんか執着とか、なんか考え方っていうのもありえますね。ペンタクルといえば普通ね物質的なことを表すんですけれども、でもそれがこうエネルギーを作り出して、でそれがこう重いエネルギーになっている、っていう可能性もあるの でそれがねもう物質界にいろいろなことを現象として起こすわけですよね。なのでもしかしたらそのね元になる考え方とか、そういったことであるかもしれないですね。または物質を手放すことによってそういう執着とか一緒にそれもこう手放していくっていう感じですよね。でそれによって本当に自分にとって必要なものが分かってくる、今までなんていうか身近にあったけれども、ないがしろにねしていたとまでは言わないんですけれども、こう、あって当たり前になってしまっていたようなもので、それが実は自分にとってすごく大切なものだったっていうのがに気づいて、でそれに対する感謝とか、絆とか愛情とかですね、それはもしかしたら人、家族とかかもしれませんし、なんかこう仕事とか夢とか好きなこととかね、なんかそういう対象であるかもしれませんし、そういうことをね改めてディスカバーして、で
そのね大切なものとの関係性をより一層深めていくっていうような感じがするんですよね。なのでそうですね、なんか積極的に物をね手放してみるっていうのはいいかもしれないですね。あの物って一番手放しやすいんですよね。でそうすることによってそれに付随している執着っていうのもこう手放していくことができると思いますので、強制的にねそういう環境に手放さないといけない環境に置かれる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、もしねなんかそういう、大変なこととかがねないのであれば、ご自分からちょっとね家の中の環境を整える、整理する、断捨離するされてみるとすごくいいと思いますね。ご自分の大切なものをねもう一度見つめ直す、気づくっていうのに一役買ってくれると思います。はい、以上が左端のカードさんからのアドバイスになります。では真ん中のカードさん開けてみましょう。 Ace of Pentacles、 素晴らしいですね。こちら本当にもう物質化の純粋なエネルギーを表していると思うんですよね。なんか今までこう温めてきたアイディアとかですね、なんか温めてきたもしかしたら人間関係とかかもしれないですね。なんかこうね、人間関係を良くしようと思ってこういろいろと、なんていうかこう心をね使ったりとか時間を使ったり自分のね労力を使ったり、それだけねこうその関係性を良くしようとして、相手のためにねこういろいろ思って、行動に移していたということですよね。だからそういうことが実を結ぶ、花開く、このね三次元の世界にこう現象として物質として現実として現れてきている、そんなねこう花咲く、芽吹くエネルギーを感じます。なので、今までねこう頑張ってこられた方っていうのは本当にその恩恵を受け取る時期に来ていると思いますね。すごくいい風向きではないですけれども、そういう風になっていると思いますので、ちょっとね途中あの夫がこう喋り出したのでちょっとビデオを止めたんですけれども、そうですね、あのこのねカード選ばれた方っていうのはこれから本当にいろいろと、形に、ね、なることができ出てくると思いますので、楽しみにねしていただくといいと思います。そしてそれがこう現実にね形になってきた時にはこう喜んで感謝して受け取っていただきたいと思いますね。その感謝するっていうのがすごく大事だと思います。あの受け取り方っていうのもすごくねあのアドバイスしてくれているように思いますね。やはりこの感謝をする、受け取る時に ありがとうございますってね心の中でもちろんいいので、神様、宇宙様とは言わないですね、ユニバース様ありがとうございます、守護霊様ありがとうございますっていう風にこう喜んでですね素直に受け取っていただくことで、それがですねまた宇宙に届くようになるんですね。こう喜んで受け取りましたっていうのが伝わるので、あ、じゃあこれがねあの好きなんだったらもっともっともっとあの地上にね送ってあげたいなっていう風に宇宙も思ってくださると思うので、そうするとね本当にあのユニバース、創造主を味方につけるっていうことができますよね。なのでそうですね、今までそのなんていうかな、続けられてきた努力っていうのは形が出るまでですねあのコツコツと続けていただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。なんかここで
あ、じゃあもう叶うんだったらもういいやっていう感じでやめてしまうと、こう最後のね、こう一押しっていうのがちょっと足りないかなっていう感じがするので、もちろんね、形になるまでコツコツ続けていただく必要はあるとは思うんですけれども、でそしてまあね、すぐにというか近いうちに形に、ね、なることがあると思いますので、まあ、それがね、もし完全に形になるっていうわけではなくても、まあ、例えばね、すごくこうなんていうかな、まあ、形になるというか、こう目標達成、うん、理想達成にすごくこう近づく一歩、なんかそういうのが形になってくるっていう可能性もありますので、まあ、おそらくね、こう実感していただけると思いますね、うん、なのでそういうことがあれば感謝して受け取っていただきたいと思います。ご自分のね、今までの頑張りっていうのが報われてきているということですね。そういうサインだと思います。はい、以上が真ん中のカードさんからのアドバイスでした。では最後、右側のカードさんですね。はい、ナインオブソウズ、あ、逆位置で出ましたね。もしかしたらこう今まで、まあ、悪夢ねみたいなものに悩まされていたかもしれませんね。まあ、例えば病気であったりとか、本当にね、悪夢であったりとか、あと寝つけないとかですね、うん、あとはそうですね、まあ現実的に、まあ、状況がね、何かこう悪くなっているいたっていうのもあるかもしれませんし、なんかこう、まあ、頭をね、悩まされるようなことがあったんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、なんかね、それがやっと、うん、なんかこう解決の糸口が見えてくるというか、うん、なんかね、おそらくこうエネルギーシフトが起きるんだと思うんですね。今まではその問題、悪夢、悩まされているもの、それに対してこう波動が合ってしまっていく状態だと思うんですよ。チューニングがね、こうされていた状態、なんかね、そこからこう何かきっかけがあって、こうハッと、うん、なんかそれはなんていうかな、おそらくご自分の思考とか、うん、ご自分の考え方が元になって作り出されていたんだなっていうことに気づくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、それがね、身体的ななんていうか病気とかであっても、結局病気とかってご自分のね、思考とか考え方とか、あとブリーフ、なんていうのかな、信念ではないですけれども、うん、まあ、無意識にね、こう信じてしまっていることとか、そういうことが元になっていることがほとんどなんですよね。まあ、エネルギーが先にあって、でそれが現象を後から作り出すんですよね、この3次元の世界で。でその逆っていうのはないんですね。もうこのね、地球の、まあ、宇宙の法則というか、うん、なので先にエネルギーがあって、でそれが現象を作り出す。なのでそのエネルギーっていうのはやはりもう自分のね、世界ですから、自分の身に起こっているものですから、もうそれは自分が起こしているっていうことなんですよね。または自分から外部からこう来るものを招き入れているっていうことなんですよ。でそこに気づけば、なんていうのかな、ここに波長がぴったり合っていたのがちょっとずつね、外れてくるんですよね。そうするとなんかこう今までこの問題の中にどっぷり浸かってもがいていた、抜け出せない、どうしようってもがいていたのが、こうスッとね、箱の外から見るような感じになると、あーなんだっていう感じになると思うんですよね。なんかそうなると、もうこのね、悪いものに
波動的にマッチしている状態ではないので、そこからね少しずつ物事っていうのは好転してくると思うんですよね。まあ、そういったことを示唆してくれていますので、なのでこれを機会にですね、まあ、今までこう頭を悩まされていたようなこと、人間関係とかでもいいですし、ご自分のねことでもいいですし、体のこととかでもいいですし、もう一度ねこう向き合ってみるというか、何が原因となってこれがね起こっているのかな、そしてこの現象から私は何を学ぶ必要があるのかなっていうのを考えていただくといいと思うんですね。まあそのいきなり原因っていうのを突き止めようとするとちょっと難しいかもしれないんですけれども、そのこのね現象が私にこう教えてくれているもの、メッセージっていうのを考えてみるとですね、その原因っていうのを突き止めやすくなると思うんですよね。まあ、例えば、なんかこう、ね、体悪くするとか、大切なものを失うとか、そういうことであれば、そのね、大切なことがどれだけ大切だったのか、自分にとってね、大切な存在だったのかっていうことを教えてくれていますし、またあなたのねその大切なものに向き合う態度、こう愛情のかけ方っていうのは十分でしたか、後悔はありませんでしたかっていうのを問うてくれているっていうことでもあると思うんですよね。やはり後悔が残るっていうことは、そこにねこう変えるべきものがあった、自分の態度とかねこう行動とか考え方にやはりこう変えるべきものがあったっていうことだと思いますので、そういった感じでねこう遡って、突き詰めていくといいと思いますね。なんかそういうことをアドバイスしてくれているカードだと思います。ね、すごく素敵なアドバイスですよね。はい、以上が最後のね右端のカードさんからのアドバイスになります。はい、いかがでしたでしょうか。以上で、プチリーディングの方は終わりたいと思いますけれども、まあ、全体的な感想としてはですね、すごく素敵なカードデッキさんだなというふうに思います。すごくね読みやすい、メッセージ受け取りやすい、やっぱりこうライダーウェイトねスミス版に結構忠実に即しているので、まあリーディングねしやすいっていうのはあると思います。なんかその上でカードさん独自のメッセージをこう受け取るっていうのが、なんかすごくやりやすい、なんか特徴としてあるんですよね、このデッキさんの。なので、私としては、こう新しいねリーディングの形ができる、なんかそういう関係性を築いていけそうだなと思うので、すごく気に入ってます。絵柄もすごく気に入ってます。この金箔、ね、ゴールドフォイルすごくいいですよね。なので結論としてはすごくおすすめのデッキさんになります。はい、まあ、日本のねアマゾンで買えるかどうかはわからないんですけれども、一応調べてねもし買えるので購入可能であれば、リンクを詳細欄に貼っておきたいと思います。はい、いかがでしょうか。以上で、名前何でしたっけ、 Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck ですね。こちらの開封とセルフリーディング、プチリーディングの方を終わりたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。では次のビデオでお会いいたしましょう。さようなら。